2006年、メキシコにて、プロモーション用に展示された、ピニャータ型の巨大ピニャータ。集まれ。ピニャータは、Xbox 360、Windows Book 向けのゲームソフト。レアが開発し、マイクロソフトが販売している、育成シミュレーションゲームである。本作は、ピニャータイランドでガーデンを作りながら、ガーデンにやってくる動物、ピニャータたちを育てていくゲームである。 ピニャータとはメキシコのお祭りで使われる中にお菓子やおもちゃを詰めたくす玉のような紙製の人形のことであり、動物たちは全てこのピニャータであるという設定である。そのためピニャータたちは何らかの要因によって割れてしまうことがあり、割れると中に入っているお菓子が飛び出す。ピニャータの種類は60種類以上と豊富で、どれも実在の動物をモチーフとしてはいるが、 原色が多様され奇抜で派手なデザインである。食べさせる餌などによって体色が変わることもあり、多彩なガーデンが作成できる。1日の時間の経過に応じて、主人のピニャータが絶えず様々なアクションをし、またプレイヤーが起こした行動に対し、ガーデンでは関連した様々な反応が現れることで、単調になりがちな箱庭ゲームに新たな刺激をもたらしている。プレイヤーは最初に、 ガーデンとスコップを与えられる。土地を耕したり、草や花の種をまいたりして、ガーデンの環境を整えるとその環境に応じた、ピニャータがやってくる。各、ピニャータごとに違う条件を満たすと、そのピニャータがガーデンに住み着くようになる。同系のピニャータが2匹以上住んでいるときに、そのピニャータ用の家を用意し、特定の条件を満たすとピニャータを繁殖させることができる。 ピニャータ同士には食物連鎖の関係があり、例えば芋虫型のピニャータはスズメ型のピニャータに食べられてしまう。ただし生態ピラミッドの階に位置するピニャータほど住まわせたり繁殖させるのは容易である。ガーデン内で育てたピニャータや植物などは街で売ることができ、アイテムや家を購入する資金にすることができる。ピニャータの種類が増えるなど、 ゲーム中の各種条件を満たすとレベルが上がりガーデンを広くすることができる。アメリカやカナダでは本作のアニメ化が行われている。2007年の E3 にてマイクロソフトはゲーム 4Windows として PC への移植と本作を題材としたパーティーゲーム集まれピニャータレッツパーティーの開発が発表された。また2007年のコミコンにて 任天堂 d s DS への移植が発表された。日本では発売されていない。2008年9月11日に続編の集まれ。ピニャータにガーデンの大ピンチが発売。100種類以上のピニャータが登場。初回限定版のみプレイカードが同梱されていた。後にプラチナコレクション版が発売。ありがとうございます。